こんにちは、税理士の馬としこです。今日もゲストをお迎えして放送していきます。税理士の受験を終えられて官報合格をされた方です。藤原さんという方で、千葉にお住まいの方なんですけれども、なんと元ゲーマーでいらっしゃるということで、まあ税理士ってちょっとその何ですかね、税理士とゲーマーって職業的に共通点があんまりないような感じがしてたんですが、藤原さんのお話を伺ってたら、まあ税理士の試験っていう部分については、なんかその攻略していくっていう方法が藤原さんの場合ものすごくマッチしたんだなっていうことを私は感じました。ゲームで培った本番で緊張しない方法だったりとか、勝負強さっていうものをうまく税理士試験に活用されて、まあ上位の方々をですね、蹴落として自分の合格を勝ち取ってきたんだっていう、そういったお話になっていますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。上位の成績の人でも本番は9割か8割で出てくるはずなので、じゃあこっち 120% であれば追い抜けるだろうな。まあ、ゲームはゲームで、全国大会とか出て一定の実績は残したので、全国大会とか格闘ゲーム大会の経験がフルに生きていると思います。通学でやってた時は土曜か日曜のやっぱり週末のロングコース、3時間3時間の学校通って、昼1時間で30分で食事とって、残り30分勉強してるとか、もうこの10年ぐらい同じようなサイクルしてるので、あとはまあ通勤時間とかの本当細切れの時間ですかねを利用して理論の暗記とかってやってましたね。平日木曜かなんかに法人かなんかの模擬試験受けて、双子が金曜に回り、土曜に消費税の模擬試験あって、日曜日に法人税の模擬試験みたいな、そんな感じの日程だった。バタバタれちゃう。お子さんがモチベーションになったりもしますよね。そうですね、消費法人受けてた27年とあと28年の相続受けてた時は、直前1ヶ月前後ですかね、有料の自習室借りてたんですよね、うんうんうん、そこで勉強にこもってたんですけど、そういうところで、まあ、心折れそうな時とかもあったんですけど、まあ、子供写真とかですかね、そこの部屋に飾ったりして、くじけそうな時はそう見ながらやっぱり元気づけられて、本当に時間の制約がある中で勉強方法を相当工夫されてたんじゃないかと思うんですけど、このやり方良かったなとか、そういうのがあったらちょっと教えていただきたいなと思ってたんですが、一番前の席に座ってできるだけ、まあ、効果的な、ちゃんと先生の声が聞こえるような位置 でテキスト先生話されていること、結構テキストの内容以外のことって講義だと出てくるので、そういうのも欠かさずちゃんとメモを取るようにして、で後で、まあ、いわゆる持ち歩き用の教材ですかね、そういうものにきれいに書き写して、いつでもその確認ですかね、問題解いた後ないし、外で出かけてる時でもなんかこれどうだったかなっていうのをいつでも確認できるようにしていたので、それで定着をちょっとできるだけ本当に短い時間で測れるような工夫はしていたところはありますね。もう私の理論サブノートっていうんですかね、大原の呪いの呪いのなんとかって、そうです、もう本当にもう補足からまあいろいろ通達とか書けるもの、まあひどいぐらい塗りつぶしも書き込みもひどい状態でボロボロになるまでやっていましたので、うわーすごい。これよく出てくる2倍1っていう法人税のところで言うと、はいはいはい、一番メインの、うんうん、所得の部分なんです。通達とか、ただ こっちはもうほぼで大原だったんですけど、はい、大原以外のタックの理論マスターとか理論ドクターも買ってましたので、そこら辺とかコピーして貼り付けたところもありますし、あと手で書いたりとか、めちゃめちゃこういうの大体どこのページもこんな感じで、まあ、あんまり使ってないところもあるにはあるんですけど、まあ、でもやっぱ重要度が違いますからね。そうですね、全部のページとりあえずなんか何らかの色とか書き込みはあるにはありますね。色をルール分けしてるわけですか。あ、そうですね、これ一番覚えておくべきところを黄色のマーカーに使って、
で、まあ、その次ぐらいのところはあのピンク色のマーカーでちょっとこれ怪しいぞっていうところを橙色って主にその3種類を使うようにあのメインで使って、9月から、はい、来年じゃあこの科目を始めようってなりますよね。インプットの時点でかなりの、はい、あの書き込みと色が加えられてるって感じですか？そうですね、もう講義が終わったらすぐにもうまあ、5分ないし10分とか3時間講義の中でも合間にあると思うんですけれども、そういうところでも即座に塗ってで即暗記みたいな形で、それがまあ徐々に定着にもつながってくると思いますので、それが常にやっていた形でしたね。理論の暗記は、はい、なんか万年筆を使われてたっていう、あ、直前はそうですね、やっぱり最初その書けば覚えるものかなと思いまして、はい、理論のその理論サブノートですかね、内容丸々思い出しながら書き写しとかもやってたんですけど、やっぱ検証絵になってしまうんですよね。書いてみると出てこなかったり書くのが遅かったりするので、万年筆だと、まあ、そんな力も入れずにかつなんかそれなりに綺麗な字に見えるっぽい感じになるということで、手の負担もだいぶ軽減されたので、万年筆作戦は良かったなと思いますね。勉強めちゃめちゃ嫌いな人でして、うんうんうん、高校行くこと自体も全然関心がなかった人だったんですね。でも本当に中学校もかなり出席まともにしてなかったですし、もう何年前でしょう、21年ぐらい前ですかね、仲良かった親友がちょっと亡くなったんですね。でその亡くなった親友がやっぱり同じようにやんちゃな感じでゲームばっかりやってた人間だったんですけれども、ちょっとまあ将来考えて高校とかやっぱり行って学んでおいた方がいいなっていうふうになんか思ったらしくて、ちょっと1年先にその定時制高校行き出していたんですよね。まあ来年もよかったお前も来いよみたいな話をされていたので、あ、じゃあちょっと来年から俺も行こうかなみたいな話をしていた矢先の夏場にちょっと事故で亡くなってしまって、まあ、それをちょっと引き継ぐ形っていう意志も強くて、翌年から本人が通ってた商業高校に通い出したっていうのが定時制高校入った理由だったんですよ。まあそこでやっぱ大きかったのがやっぱり商業高校でしたので、簿記が授業としてありまして、それがやっぱり私人生初めての簿記の学習の開始だったんですけど、そこのそれがやっぱり後々すごく響いてきましたね。友人のおかげっていうかですね、きっかけを作ってくれたのはその方かもしれない、きっかけとしてすごく大きかったですね。もともとはゲーマーですね。逆に古い友人に会ったらなんで税理士試験なんか取ってるんだって逆に疑われるところはあったりしますね。そういう勉強を通して本当人生を180度変えられたかなっていうのはありますよね。ゲーマーでも一定のレベルまでいけるっていうのは才能だと思うので、同じところがあるんじゃないですか、その受験とゲームの共通点じゃないけど。もう勝負強いのは自分でもやっぱ感じてますね。何十回も優勝とかもしてきてましたので、ディファ有明っていう専用の会場があって、そこで全国大会数千人ぐらいをたまに見られていて、試合に勝つことができたっていうのは悩んだところそのままほったらかさないことですね。なんかうまいことで答えれてたとしてもやっぱりたまたまだったりする時とかも結構やっぱり勉強模擬試験とか応援してありますので、そういうところもやっぱりちゃんと自分でどういうところが微妙だったのかとかいうのはやっぱり洗い直ししておくことによって、それがクリアされればやっぱりどん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 力強まっていくと思いますので、会場での緊張をいかに感じずに力を出し切れるかってことにすごい主軸を置いた勉強法を最終的にやってましたので、模擬試験はやっぱ試験が行われる会場で必ず受けたり、場所慣れっていうんですかね、本番でも力を出せるように、そういうふうな本当に現場のシミュレーションっていうのをすごい重視していたんですよね。なのでそれをやっていくっていうのは本当に、まあ、必ずしもその試験勉強じゃないところになるんです。本当もう本番対策ってところになってしまうんですけども、 100% 以上の力を出すことに常に意識していたので、やっぱり消費と法人受けてた時なんですけども、全国統一模擬試験ですかね、受けた時が教室模擬じゃなくて、ちょっとでも広い、まあ、必ずしも本試験の会場じゃないんですけども、消費は3時台に受けて、法人税って翌日9時台って感じだったんですけど、その時間帯もやっぱりちゃんと整えておいた方がいいかなというところを断っていたので、でその受け方をしようとすると、大原がですね、朝9時があったのが横浜しかなかったので、で結局それで消費は前日大原の水道橋で、3時台かなんかの、まあ、要は午後に受けて、その後すぐに
横浜に飛んで一泊泊まって、で朝9時からちゃんと横浜で全頭受けてすごい徹底してる。藤原さんのその税理士試験がもう全体的に一つのゲームだったんですね、きっと。藤原さん、税理士試験の官報合格のお話を今日伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今日のようにですね、藤原さんや前回の夢の上さんのように税理士の受験をされて、受験勉強のことや自分の考え方なんかをちょっと受験生の方にシェアしたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ私のツイッターからダイレクトメッセージをいただければと思います。今後も不定期になりますが、受験生応援企画っていう形で続けていければいいなというふうに思っています。このチャンネルでは、起業間もない方や経理の担当者に向けて税金や経理の話を分かりやすく丁寧にお伝えするよう心がけています。ぜひチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録を、そしてコメント欄にコメントなんかをいただけると次の動画を作る励みになります。お待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の宇葉敏子でした。